先進館高校決勝リーグ進出、ウィンターカップ東京代表2校を決める決勝リーグ。何言ってんだダオ。え、逆だ、やっとだろうが。言い換えればウィンターカップ予選っていうのはインターハイ予選と同時に始まったってこと。鏡君、お願いしたいのは仕上げの対人練習です。なるほどな、いいぜ。すげえ。あじゃねえよ、何がほとんどできてますだ。ツルツルじゃねえか。まあバスケットボール外でついたらすぐこうなるか。もうこれで6つ目です。青峰くん。さつき、どけよ、今からねんだから。変態。勝つの生理に決まってんだろ。それか、ん、いや、なんでもね。くそ、こいつら呼ばうだった。仕留めぐるみ生理、マジで強い。こっちの解剖は済んだからな。人事を尽くしていない。エドが出る試合だった。隣の修徳も勝ったみたいだな。つうことはいよいよか。まず間違いなく次は相当厳しい戦いになる。でも清先輩もいるし。黒子くんは勘違いしてないみたいね。前勝てたのは出来すぎもいいとこ。しかも波の強敵ならまだしも奇跡の世代がだ。悪い、みんなちょっと先行っててくれ。あ、久しぶりだな花宮。いや、あえて死ぬほど嬉しいよ。なんだ、気づいてたのか。かなりやるってことぐらいは。言うまでもなく、圧倒的力で全中3連覇を果たした5人の天才。時代が違えばそいつらが奇跡の世代と呼ばれていたかもしれない。悪童花宮誠だ。試合中見えてたよ。ただすかん。相変わらず真面目すぎてキモいな。逆だよ、そもそも清とは対局とも言っていいやつだ。まずは習得とだろ。頑張ってよ、マジで応援してるから。心配してるんだからさ。そういや前も雨降ってたな。時間だ、行こうぜ。決勝リーグ最注目カードだ。今まで戦った奇跡の世代は無敗ゆえにどこかスマートさが残っていた。敗北の恐怖を知った人間は勝利に飢える。飢えた獣は危ないとか言うけどちょっとわかるわ。こっぴどく負けたことがあるよ。向こうだけじゃねえだろ。腹ペコなのはこっちも一緒です。前回と違ってあいつは鏡を完全にライバルとして認めている。思った通り、油断なんてみじんもないわね。そして彼の長距離スリーポイントには十中八九段数に限界がある。打つたびにほんのわずかずつだけど、ためが長くなっていた。緑間くんは全面的にお任せしてもいいですか。足りめえだ。骨格ゴールしたがらき。緑間アウトオブバウンズ、オレンジボール。いや、わずかだが前より確実に高くなってる。今のままでは何本打ってもことごとくブロックされるはずなのだよ。答えは一つに決まっている。言ったはずだぜ。無駄だ。新技を身につけるなり
何か変化があると思ってたのに。確かに俺とお前は相性が悪いかもしれん。だが舐めるなよ。しかしそれはお前のジャンプも同じことだ。つまり根比べってことかよ。すげえぞみんな。この嫌な感じはなんだ。どうにも旗色悪いな。消耗してるのは明らかに鏡の方だ。高尾、まだ第2クォーターだぜ。これまで何度俺たちが救われてきたか。だがあいつには行かせねえよ。しまった。緑馬が一瞬早い。何、外した。違う、ボール生きてる。走れ。集中力切らすなよ。ありがとうございます。それに心配はしてません。やっぱり始まっちゃってる。クロコッチと緑マッチの試合見に来たんすか。キイちゃん一人で心細いったらないっす。それキイちゃんが言っちゃう。お互いもうウィンターカップ出場は決まってるしね。一時休戦ってことで。このまま俺と鏡でダブルチームをかける。そんな、俺一人でもいけるぜ。ですよ。いくらなんでも水戸部だけじゃインサイドは手も足も出ないぞ。